ちょうど雲の間から太陽が出てきて、波がキラキラしてます。ずっと見てられるね、この夕日。みるみるランド。はい、今ね、キャンピングカーフェスティバル北陸金沢、キャンピングカーフェスティバル金沢の会場に到着しました。みるみるランドのエブリィ、みるみるここに停めて、向こうが会場です。では向こうに行ってみましょうか。なんかめちゃくちゃ暑い、33度とかでしたから、やばいね、この暑さ。ここが4号館、会場は3号館だから。ちょっと間違ってね、こっち4号館だった。3号館こっちです。こっちが3号館ですね。はい、これね、多分これでキャンピングカー、多分業者さんが乗せてきてるんですね。で、3号館、ちょっと裏の方から来ちゃったな。遠いな。入り口が。炎天下のもとね、ちょっとでもこの日差しは避けたいんですけども、遠回りになってしまいました。こっちはね、キャンピングカーがいっぱい止まってますね。ちゃんとナビに3号館って入れないとこっちの方は案内してくれないんだ。でも風が涼しいからいいや。アミティ。おうおうおお、いっぱい止まってる。そしてこっちにもキャブコンが止まってるよ。ボレロ VMAX。TR500。ボレロ VMAX。そしてクレア。キッチンカーも出てます。あ、そうです。こんにちは。はい。キャンピングカーフェスティバル in 北陸みるみるランド。はい、それでですね、キャンピングカーフェスティバル in 北陸終了したので、今日はね、あとはお風呂入ります。昨日お風呂入ってなかったからね。温泉、この近くって言っても車で20分ほど走りますけども、源泉かけ流しの湯、幸せの湯という温泉に向かっていきます。あ、まっすぐだ。温泉に入って、その後、道の駅ですね、道の駅めぐみ城山、めぐみ白山かなっていうところで今日は車中泊します。いや、それにしてもね、今日も暑いですよ。外やばいぐらいの暑さですよ。猛暑日、もうずっと猛暑日続いてますね、連日。特にさ、今日のキャンピングカーショーのさ、外のキッチンカーの人はめっちゃ暑いと思う。あれは大変だわ、本当にもうお疲れ様ですって感じ。今日は金沢に泊まって、明日金沢観光しようかなと思ってます。今ね、金沢の街並みが見えてきましたね。石川県金沢市を走ってます。今ね、温泉行こうと思ったんですけど、その前にちょっと道の駅の方に先行ってみようかなと思います。もしかしたら営業時間ギリギリ間に合うかもしれないので、ちょっと行ってみますね。間に合えばいいけど。正面に見えてきましたね、道の駅めぐみ白山。あそこだ。ナビだとまっすぐ行ってあっちから行くようになってるけど、あっちからも行けんだ。こっちからも行けんだ。はい、ここです、道の駅めぐみ白山。まもなく左方向到着。あ、結構広いですね。駐車スペースは結構広いです。あ、ただちょっとあれなのかな、国道沿いだから音が気になるかもしれないね、車中泊するとき。あ、でもあっちの方も駐車場あるじゃん。ちょっといろいろ見てみましょう。あ、広い広い広い。あ、ここいいね。しかもよかった、間に合ってる間に合ってる、営業時間間に合いました。みるみるランド、みるみるランドのエブリィ、みるりこのヒョウ柄のですね、リフトアップしたエブリィに乗って、こちらですね、道の駅めぐみ白山というところにやってきました。これはなんか新しいのかな、すごい綺麗な建物です。今日はね、ここの道の駅で車中泊しようと思うんですけど、ちょっとね、中覗いてみます。道の駅めぐみ白山。あ、
こっちがレストランで、千葉産品売り場もあります。あと情報コーナーとトイレと JA 直売所、フードピア、こっちがレストラン、白山カフェ、マットトマトとか冷麺とか、フードピア、季節のデリ、なんかいろいろメニュー豊富ですね。で、フードとデリがあって営業時間違います。ここで食券を買うと。なるほど。で、こっちが直売所だ。ああ、綺麗ですね。すごい広い広い。いっぱい売ってる。野菜とか果物がいっぱい売ってまーす。こっちが情報コーナーですね。鉄道の町白山。で、こっちがトイレと。綺麗だな。トイレめちゃくちゃ綺麗ですよ。こんな感じ。綺麗なトイレです。みるみるランド。はい、ではね、道の駅で食材ゲットしたんでお風呂行きます。満天の湯というところにね、ここから車で10分ぐらい走ると満天の湯というスーパー銭湯があるそうなんで、そこ行ってみたいと思います。なんか建物がね、新しくて綺麗って書いてあったんで、はい、行ってみましょう。それにしてもね、外暑いね、まだまだ。まもなく右方向です。その先50メートルで左方向です。今夕方5時ですけど、まだまだ外は暑いです。やばいです。猛暑日です。いやー、いいね。お米がなってますね。米が実ってますよ。保冷バッグの中がもう普通に常温になってるんで、コンビニによって氷を買っていかないとやばいね。冷えたビールも今買ったんだけど、もうすぐぬるくなっちゃうから氷を買っていこう。行く前にコンビニによって氷を買って、で温泉入ってる間に冷やして、昨日買った桃とかももうね、常温になっちゃってるからね。どうせだったらやっぱ冷たい状態で食べたいですからね。セブンイレブンすぐそばにありました。ここでじゃあ氷を買っていきましょう。みるみるランド。はい、今ねセブンイレブンで氷を買って保冷バッグの中に入れておきました。これで、ビールもねギンギンに冷えてくれると思います。昨日買った桃もギンギンに冷えてくれると思います。あとは温泉に入って汗を流して、風呂上がり道の駅に戻ってギンギンに冷えたビールを飲んで桃を食べて、まあ、他にもいろいろ買いましたけどね。車の中で宴をしたいと思います。あの道の駅すごい綺麗でしたよ。めぐみ白山、トイレとかもすごい綺麗。多分新しいできたばっかなのかな。トイレが綺麗だとやっぱねいいですよね。最近はなんかさ、綺麗なトイレとかキャンプ場とかもそうなんだけど、トイレが綺麗じゃないと口コミの評価が悪くなったりしますからね。で、なんかキャンプ場とかもさ、ウォシュレットとかがだんだん普通になってきてますからね、今ね。で、トイレが綺麗だとやっぱり口コミ評価高くなるし、口コミ評価高くなるとみんなそこ行くしっていうね、こういうなんかね循環が生まれますよね。ここですね、スーパー銭湯満天の湯に到着です。ここはね泊まれるお宿みたいです。目的地に近づきました。車いっぱい止まってる。17分です。運転お疲れ様でした。第二駐車場もあるのか。なるほどなるほど。まあでもここ空いてるからここに止めちゃおうかな。はい、K のスペースがちょうど空いてますね。じゃあ K のスペースに止めましょう。満天の湯道の宿です。みるみるランド。はい、温泉に入ってよかったよかった。汗を流してすっきりできました。でね、今日もね海の方に行ってみたいと思います。あー、でもやっぱ曇ってきちゃったかな。ちょっと晴れてるからもしかしたらね日本海に沈む夕日が見れるかもって思ったんですけど、
ちょっと雲が出てきてますね。でもね、まだね、夕方6時だから今から道の駅戻ってもまだまだね、猛暑なので暑いの でもこのまま車の中で車中飯は酷だろうなと思いますので、ちょっとね海の方に行って、まあ曇っててもねいいや、日本海見てみましょう。雲が分厚いですけどね、ちょっと太陽は雲の間から出てるんですけど、出たり隠れたりしてどうかな、ちょっと微妙だな。夕日が見えるといいですけどね。雲が出てるのは出てるんだけど、晴れ間のとこもあるんだよな、こっちの方は。はい、なんかね、のどかな田園風景ですね。あ、もうだいぶ暗くなってきたな。でもまだね、今夕方6時です。ちょうど夕方6時。そっか、逆光になってるからちょっと暗くなってるのか。ちょうど太陽が雲の中に隠れちゃってるからね今。これどうだ、見えるかな。なんか微妙ですね、日本海に沈む夕日見えるかどうか微妙なところですけども、行ってみます。はい、だいぶ近づいてきました。そして太陽がまたね、雲の下の方に降りてきましたね。承認海浜公園、もうちょいです。あと3分ほどで到着予定ですけども、はい、間もなくですね、この徳光という信号を、この信号を右です、右に折れて、でそしたらもうすぐそこだ。ここなのかな。目的地に近づきました。案内を終了します。ここだね、ここだここだ。ここまでの所要時間は12分です。この橋を渡っていくんだ。到着、みるみるランド。真っ当海岸っていうところにいます。曇り、天気予報曇りということで、今日はさすがに日本海に沈む夕日見れないかなと思ってたんですけど、太陽出てたんでもしかしたら見れるかもと思って、また海岸の方にやってきました。真っ当海岸っていうね、すごい広い砂浜なんですけども、向こうの方にねギリギリ、はい、夕日が見えてますよ。ちょっと今雲の間にね隠れちゃってるんですけども、雲がねで晴れてるとこと曇ってるところがあって、はい、ここ夕日、こっちの方は青空が広がってますね。夏の雲いいね、入道雲、波のザプンザプンっていう音がしてます。いやなかなかいいね、やっぱねこの僕はね夏がすごい好きで、夏は海に行きたくなるんですよね。今年の夏は結構いろんな海行ってますけども、今日は、昨日と今日は石川県の日本海の風景をねお届けしてます。雲ね、あの雲いいよね、オレンジ色に照らされた雲、そしてこっち見ると夕日、いいな。空がオレンジ色に染まってさ、この自然のね光景、自然の風景っていいですよね、雄大で。この雲の感じとかもさ、めちゃくちゃいいんだよな。あの雲ね、もっと下に落ちてきたらもっと太陽がわーって夕焼けになるのかな。いや、そこラブラブって書いてあります。本当になんかさ、この波の音聞いてるだけでもすごいなんか癒し効果あるからね。波癒されますよね、この波の音。向こうには入れないのかな。うわー、これめちゃくちゃいいじゃないですか、この夕焼け。シャープラブドット、はあ、このオレンジと青のコントラストが、あー、これめちゃくちゃいいぞこれ。いやー、なかなかいい景色見れてます。石川県もいいっすね、これもいいぞ。すごいですよ、オレンジ色に染まって圧巻ですね、これすごいすごいすごい。そして、あー、太陽もいい感じで雲の下に降りてきました。どうですか、この石川県の真っ当海岸の夕日。風がまた気持ちいいんですよね。さっきね温泉入ってきて、
湯上がりなんですけど、潮風がまた気持ちいいです。あ、ちょっと今なんか雨降ってきたかな。向こうの方もさ、建物も夕日にキラキラって輝いて、砂浜全体がオレンジ色に染まってます。はい、あーこれいい、これはめちゃくちゃいいじゃないですか。ちょうど雲の間から太陽が出てきて、波がキラキラしてます。ずっと見てられるね、この夕日。みるみるランド。はい、今ね、ここ夕日、日本海に沈む夕日撮れるかなと思って撮影してたら、突然雨降ってきました。ダダダダって、結構な土砂降りで、今ね、砂浜で遊んでた人たちもみんなずぶ濡れになりながら雨が当たらないとこ避難してましたけど、僕、降るかもしれないなと思って、一応ね、この折りたたみ傘を持ってったので、まあ、なんかなんとか帰ってこれましたけど、よかった、折りたたみ傘持ってって。めっちゃすごい急に降ってきたもんね。まあ一応でも夕日は撮れたので OK ということにします。じゃあね、温泉も入ったし、夕日、日本海に沈む夕日も見れたので、道の駅に戻りましょう。いやー、まさかのまさかの雨でしたね。いきなりダダダダって降ってきましたからね。あっちの方まだね、ほら夕日なんだけどな、晴れ間が出てるんだけどな、ここの地点だけ今土砂降り状態。まあ土砂降りって言ってもだいぶ小雨になってきましたけどね。いや、びっくりした、びっくりした。よかった、でも本当に、いや、折りたたみ傘持ってって本当よかった。あの判断はね、ナイス、もう自分史上最高のナイスです。ナイス判断です。じゃあもうね、道の駅戻ります。一応傘持ってたとはいえ、ちっちゃい折りたたみ傘だから、もうシャツはずぶ濡れになりました。であとね、足もぐちょぐちょ、サンダルだからね。でも雨降ってくれれば涼しくなるから、だいぶ過ごしやすくなるんじゃないかなと思いますけどね。昼間暑かったからな、今日も35度近くあったと思いますよ、外は。でもこの雨で涼しくなってくれれば夜も過ごしやすいしね、まあ、そう考えればいいでしょう。だいぶ雨は小雨になってきました。でもうね、だんだん暗くなってきてます。今6時50分、こっからはね、もうだんだん暗くなるの早いでしょうね。はい、道の駅めぐみ白山に戻ってきました。もう辺りはすっかり暗くなってます。道の駅めぐみ白山到着。すっかり雨は上がりました。目的地に近づきました。案内を終了します。でも空はどんより曇り空。所要時間は9分です。またいつ雨降るか分かんないね。でレストランはまだやってんのかな。おー、めっちゃ夕焼け、これすごいね。どこに止めよう。とりあえずここに止めるけどさ、すごい夕日、真っ赤な夕日、夕焼け見れました。